氷点下の気温の中味わうことができる本場のフィンランド風サウナ、私も味わってみたいと思います。行ってきます。あったかいですね。大雪が降る中設営されたテント型のサウナ。屋外の景色を楽しみながら入ることができるこのサウナは、なんと一つ一つが手作りです。作っているのは佐藤恵三さん54歳。佐藤さんは数年前まで県内の大学の研究員で、医学博士として海外で健康に関する研究を行っていたとき、サウナの魅力に取りつかれたといいます。共同研究の大学がフィンランドの大学だったので、コロナの前によくフィンランドに毎年行ってて、でそこでアウトドアサウナっていうか、フィンランド式の、サウナっていうのを体験して、それでもうすごく衝撃的な体験で、クラウドファンディングで、こんなの作りたいんだけどどうだろうって言ったら、多少お金が集まったので、でそれを元にして少しずつ作り始めたって。サウナの本場フィンランドでの経験が忘れられず、自らサウナの制作を始めた佐藤さん。より研究に適した場所を求め、数年前川崎町に拠点を移しました。気候的にも似てるし、いい水も出るし、すぐそこで体験して、ここでちょっと調整して、でもう一回すぐテストしてっていうのがすぐできるので、周りに気兼ねしなくてもいいですし、すごくいい環境の中でさせてもらってるなと思います。サウナの効果を上げるには、温まった体を一気に冷やさねばなりません。そのため佐藤さんが追い求める本場のサウナの魅力は、その寒さにあるといいます。サウナで体を温めた後は、こんな日は雪に飛び込むのもだいぶおすすめだそうです。行ってきます。気持ちいい。佐藤さんはテントサウナのほか、常設のサウナも開発し、多くは企業向けに販売を行っていて、北海道や沖縄からも購入依頼があったといいます。商品を通して大自然の中でリフレッシュする、いわゆる整うという体験をより多くの人に知ってほしいと話します。サウナで温度を上げて、で、その冷たい水でキュッと冷やすっていう、それを心地よいと感じることができれば整うっていう、最近言われてますけど、そのストレスをこう発散できる一つの手段として、なんかそういうのがこう広がるといいなと思ってます。